今日まず最初にご紹介するのはこのアートナイトのために佐野先生がお作りになった詩ですよね。はい、そして、詩に合わせてですね、今日は、テイトーマさんが音楽担当していただきます。よろしいですか。私直接歌うことはアートナイトのために作った私の詩です。愛はとこしや、未来を私たちのに、私の愛のすべては未来の希望でいっぱいであろう。私は永遠に生きていくのだ。それは宇宙の果てまでも、もっともっと愛を積もれ、私の母体を包んで天空の彼方まで生きながらえて、世界中平和と希望に永遠に囲まれて、生の望みとそれから命に対する賛歌、そして地球に対し太陽や月や宇宙に対するその望み、そしてすべての、こうした成り立ちの中に自分たちは立っているということをお忘れなく、一週ごとに希望がやってくるなら、やってくるのであります。みんなとっても私たちは愛してます。お互いに愛してます。全ての人に愛情を持って、そして心の限り尽くしていきたいと思っております。それ3月11日の天才を思う、これは2番です。なんていうことでしょう。愛はここで叫び続けてきたのに、地震や津波や原発で人々は心を痛めている。みんなの心を沈めて、もう傷ついた心や愛に、体に愛を持って新しい平和の国を築き上げよう。皆さん大いに頑張って、素晴らしい日本という国を世界に宣伝し、そして日本の美しい歴史を垣間見て、そして私たちは心から美しさと清らかさを持とうではありませんか。そのように皆さんに対する望みの歌であります。この日桜の歌、この詩は美術評論家としてとても有名な南條さんが特に好きだと言ったので、私はこの歌を皆さんに伝えたいと思って持ってまいりました。それでは桜の花をお届けします。桜の花を食べたい、花の桃色にキスをしたい、私の青春に散り開いた宇宙にまでも届く香りを思い出して、波をこぼしている今、私のほのかなる心の道すでに花びらをまき散らして、私の足をいつか迎えるだろう。そんな日が来たら、私の人生の生き方の全ての愛を持って命を継いでしまう。その時に決まって桜の花道が私の全てを包んでしまうだろう。桜、私桜大好き。花の美しさを美しさの後散っていく、その美しさに私たちは感動したいと思っております。私の生徒をわさぐってくれる桜よ、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。